まず後です、えー 農家と農家の編集でお送りしてますニス・ユンタク主に、えー、新防衛研究チャンネル参加の拝聴になりますけど、えー、この情熱かさチャンネルのニスのトラガマでも、えー、この,ーこのー今回ロ、えー、シアがウクライナに侵略して以来この1日平均ですかねこのバックムットのワグナーによる相当のそのこの激しい攻撃で、えー、人海戦術で約700名台ですね1日に、えー、でも今回のこの アウディデイカの、この、においては800台の1日の戦車が、 とということで、えー、新記録を達したということで、まあ、プーチンがこの選挙の前に結果を欲しいということで、えー、何度もそういう政治的ですね、えー、このウクライナ,ウクライナの,この侵略についてはさ先にルハンツク州のカリス氏ョいうかな、えー、セベネドネツクでもロシアは無理やり攻撃してウクライナも付き合いましたけどだいぶ被害が出て撤退していますけど、えー、このまたバックムットもですね、えー、このロシアがまたこのように政治的意味合いを兼ねて えー、ワグネをはじめ、えー、相当な、えー えー、5万人のそういう犠牲を払っていますけど戦略的にはどうも価値がないということでまたアウディ・ディーカムですねまた今度またあロシアプーチンがあ選挙前にまたその政治的意味合いを持たせて、えー、だいぶ攻撃して1日に800平均800人ぐらい激しいその、まあ、人口がウクライナあよりロシアが3倍ですので1対3で以上、えー、したらウクライナが続けばあその計算上はあウクライナに勝利 でですね価値ですねね人口ひ、ひ割り、ロシアは3倍ですけど、今のところ、1.10、えー、倍ぐらいと言われています。特にアウディディカですね。激しいことで。えー サイクロもありますけど、新貿易研究チャンネルさんの方からは、そういう徒歩、徒歩攻撃ですね、新貿易研究チャンネルさん、ウクライナ選挙プラス中東選挙、11月29日ですね、ロシア軍小規模部隊で繰り返し攻撃を行うも、反撃数百メートル後退ということで、まあ、この、 二ヶ月間バッタ、あー、ところを一気に、五、えー、500メーターぐらい、ウクライナに、えー、押し返されてるみたいですね。えー、まあ、天気の悪くて、えー、ロシアの空爆が、なんとびっくりしましたけど、8回ですね。ウクライナも3回ですけど、えー、そういうことで、えー、まあ、ウクライナもそういう、う 焦らずに、えー、ブツブツと守るときは守って、攻撃するときは攻撃してますね。まあ、クリーンキで頑張ってますね。M14 を目指してます。えー、ロシアは、この国防予算を30%ですね。ソ連の時より、えー、3分の1ぐらい国家予算を軍事に回、まあ、してますけど、これがいつまで6日ですね。はい。えー、また中東は、このハマスとその交換がして、えー、2日延長されたということで、まあ、ある報道機関によれば、その、えー、10日間は、その、 えー、この10日間の,その休戦はイスラエルは嫌ということでまたその休戦の間にこのハマスは戦闘を整える,整えるますねそういうことでまた小リエマもついてますけどまだまだ人質解放ですねなかなかその、えー、ハマスはもう本当に。えー このテロ組織、本当に人質を取って、それから、えー、本当に犯罪集団と変わらないですね。そういう,う囚人、えー、そういうことで、えー、まあ、ハマスがこの、うん、アフラフと議長、選挙で取って、一回取って、それからもう、えーえー、非常事態つけて全、全然、えー、民衆していませんね。そういう、ハマスでもありますけど、パレスチナのそういう、 呃、組んでないですね。そういうことで、え、まあ、私の個人的考えでは、え、パレスチナ、え、もう国家も自立し、イスラエル国家と共存、共栄ということですけど、現実は厳しいですね。また、北部、急戦、また、南部での飛んでるも、まず、まあ、イスラエルは、そのハマスの壊滅解体ですね。え、主的に、え、この、パレスチナ人から、このハマスを追い出りしてほしいですね。そういう願いを、主張を持っています。え、ウクライナに、え、これ、え、イスラエルにシャロブ、中東に平和ですね。え、無邪気なりましたけど、まさ、 のこのニスユンタクまたまさ後に YouTube チャンネル登録また次回のニスユンタクでお会いいたしましょう。シャロム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 。